いいのかな、俺ずっとこれ楽しんでて。皆さんおはようございます。バルケインの菊池です、本日はですね、佐賀県唐津市にありますフィッシングパーク平野さんにお邪魔しております、今回ね、フィッシングパーク平野さんに2回目ということで、前回はあの秋にですねリフレッシュオープン直後にお邪魔しまして、まあ、あの新しい魚で非常に楽しいルアーゲーム楽しませていただきました、今回ねかなり今日も朝気温結構冷え込みまして、ここからあの冬のパターンにね結構入っていくかなというところなので、今日もいろいろ試しながらね皆さんに、リアトラウトフィッシングの楽しさをお伝えできたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それではですね、朝ちょっと状況を見てると、あの前日にちょっと放流あって、結構朝から高活性の魚多いみたいなので、まずその一番ちょっと元気ないい魚から狙っていきたいと思います。スタートですね、朝一、スプーンハイバースト 2.4g のファイナルレッドゴールドという、表がね結構蛍光のオレンジと赤で、裏がゴールドのカラー、だいぶあのハイアピールなカラーになってますので、こちらからスタートしてみたいと思います。では行ってみましょう。どうかな。まず池全体的に見てると、秋のリフレッシュオープンの時よりだいぶちょっと魚影も濃くなって、なおかつね少しねやっぱちょっと魚のサイズが結構良くなってるイメージが、パッと見てるからやっぱり活気いいですね。追いがすごい。おうおうおう、手前まで結構追ってきてくれます。まあ、全国的にこう釣り場さんでやっぱりあのなんていうんですかね、こう営業時間中に新しい魚入れる、まあ、あの放流っていうのがあったりとか、あとはまああのなりましたね、こう朝一に新しい魚入れたりとか、意外とあのその追加でね入れてくれるところがあるので、まあ、朝一やっぱりできるだけ活性の高い魚拾っていけるように、まあこういう近景で派手めでアクションが強め、サイズ大きめっていうところで探っていくと、そういう、まあ、放流直後の高活性の魚も取りやすいと思いますので。おお、すごいな、結構今中型の元気のいいのが落ちてくれます。やっぱり入れたて の新しい魚っていうのが、あの結構やっぱ派手なものとか、まあ、動きの強いもの、あと速度が速いものっていうのが結構、好んでバイトしてきてくれるので、朝はもう投げてすぐちょっと早めのアプローチでいきましょう。結構平野さんこう水がクリアなんで魚の、ね、チェイスを追ってきてるのがしっかり見えるんで、あ、これで反応いいのかなとか反応悪いのかなっていうのが分かりやすいので、まあ、こう見てるだけでも面白いですね。いいですね、いいサイズ。今も手前でちょっと速度上げてあげたら、これ結構いいサイズだな。よし、まず、あ、いいっすね、太鼓あって、ちょっと色の濃い、元気。まあ、朝一からこのサイズ釣れるのなかなかいいっすね。多分前日に放流してある、だいぶね太鼓の高い引きの強いニジマス遊んでくれましたね。よし、ちょっと引き続きまだまだいそうなので、このパターンでいってみましょう。
おお、ピッキングが悪かった。いいですね、なかなかこのサイズがこれだけの勢いで追ってきてくれる釣り場もないので、ちょっと今見ててこれだけで興奮しますね。だいたいこう放流魚を狙う時なんですけども、まあ、少しちょっとその重めのスプーンっていうので、だいたい目安としてまあ 2g から 3g ぐらいベースですね。で投げて、まあ、早めっていうのも、こうスプーンってこう左右に振ってくれるんですけど、それがこうくるくる回っちゃうとちょっとねフッキング悪くなったりもするので、その左右にしっかり振ってくれる最大の速度で、まあ、だいたいハンドル1周1秒からそこからちょっと速度上げてあげるぐらいが一番、まあスプーンが一番こう左右に振ってくれる速度になってくれるんですけども、そのできるだけ強く速く、派手にっていうのが、まあ放流のも結構セオリー的なところになってきますんで、もう一回来るかな。力変えてもいいかもしれない。いいですね、これも元気だな、引き強いな、これもサイズいいっすね。はい、バッチリっすね。いやちょっとびっくり、このサイズはびっくり、なかなかないですね。朝一でこのサイズが連発するっていう、まあ、これもあの平野さんのもうクオリティといいますか、このサイズの魚の引きが味わえるってところがね、またこの平野さんの本当にハイクオリティなルアーフィッシングの面白さの一つですね。こう魚が反応してる時に、まあ、どのくらいのカラーの幅まで反応してくれるのかとか、そういうのも結構見ながらやると意外と次の兆候にもつながるので、迷うな今のこの高活性、何で楽しむかですね、これ。はい、アストラルの 2.4g、まあ、蛍光オレンジ と、ロイヤルゴールドが、一緒になったカラーで、これもまあ派手めなカラーですね。なんか朝一からこんなにいい思いしちゃっていいのかなってぐらい、もう本当に魚の反応がだいぶいいです。まあこう高活性な魚、こう放流魚とかの特徴として、こうルアーを追ってきた時にこう左右に振ってるのを結構こう大きく反転してバイトしてくれるんで、最初一瞬ちょっとこうスッて入った瞬間一瞬軽くなる、こう巻いてて軽くなった後にグッと重くなってくるときに、意外と魚がこう反転してるパワーってかなり強いんで、あまり大きく合わせるというよりか、その重さをそのままロッドで拾ってあげるぐらいの合わせの方が意外とね結構しっかり乗ってくれることが多いので、派手め、強め、重め、早め結構肝になるんですけど、そのやっぱ速度とかカラーとかもある程度、なんていうんですかね、こっからここまで何でも食べてくれますよって時もあれば、意外とちょっとカラーだけシビアだったりとか、うん、速度だけあのちゃんと合わせてあげないとって時もあるので、その辺はねあの結構バイト多数あっても雑にならずにちょっと詰めてってあげるというか、速度もこのぐらいかなとか、あのカラーもちょっと追ってきてもあの反応悪かったらすぐ変えてあげるという、ね、でかい、大きい、ちょっと僕の準備ができてなかったんですね。この魚が入ってんだったらナイロン 2.5 ポンドなんか使わなかったんですけど、今回はねちょっとライン PE にして、もうやっぱりこれも耐候の高い、もう精悍な顔つきのレインボーですね。短
ジマスの顔は正解なんだけど、僕の顔がにやけちゃいますね、このサイズ取る。ちょっと僕のイメージの中では結構今カラー的にそのロイヤルゴールド系の、まあ、メッキ系ですよね、使ってるんですけども、僕のこの長年の経験上の魚の反応を見るとちょっと蛍光色入ってることの方がいいって言おうとしたらそうでもない、全然まだいける。いや、またサイズが素晴らしい。なんか今日初めて気づいたんですけど、魚がこんだけいい仕事してくれると、こう何もあんまり僕言うこと、僕の仕事がなくなるってことは気づきましたね。これはもう寺野さんの魚のクオリティがいいとしか今のところ僕は言うことがなくなってしまいましたね。朝一結構活性高い魚がかなり高反応してくれたんですけど、少しずつこうだんだんね、こう皆さんで釣っていくと活性も少し落ち着いてくるので、少しそこのアフターフォローするのに、ワンサイズ下げます。ハイバス 1.6 グラムで、カラーもちょっとさっきみたいなメッキ系のカラーではなくて、こういう塗りの表黄色で裏が黒みたいな、まあ俗に言う明滅するカラーですね。ちょっとこれ試してみたいと思います。ちょっと朝一の魚のあの反応には度肝を抜かれたので、ただまだまだこの活性の幅は伸びてるかなという、今もいいですね。おお、やっぱ素直、コンディションのいい魚は素直ですね。綺麗にこのカラーとサイズを落としてった部分もちゃんと反応してくれるという。全部でかいな、もう魚のもうクオリティに関してはもう申し分ないので、もうとにかく見てください、魚を見てください。皆さんこのサイズですね、完璧ですね。これはで、やっぱコンディションいいと、もうそうやってカラーとかもこう、まあ徐々にこう派手なところから落としていきましょうってところに今非常に素直にね反応してくれてるので、まあ、メッキ系の派手なところを行ったら、今度こういうねちょっとワントーン落としたで、ワンサイズ落としたカラーをこう入れてあげると、魚のそのスローな活性にどんどん追従していくような感じですよね。はい、これももうこれも魚はもう魚を見てください。もう僕から言うことはないですね。これはもう平野さんの努力の賜物の結晶の魚ですね。これは続きいきましょう。で、速度も、まあ、ワンテンポ落としてあげたりとか、徐々にこう少しずつ落としてってあげると、意外とあの最初 の一番高活性のところで食いそびれた魚がまた追ってきてくれたりするので、完全に引き込んでくれるんで、ちょっとこれは面白すぎますね。セオリー通りというか、もう久しぶりにこんなに素直なニジマスの反応を僕は垣間見てますね。やっぱなんだかんだ言って数釣れるのも楽しいですけど、やっぱこのね引きの強いこういうトルクフルな魚も反応してくれるっていうのは非常にいいですね。やっぱりまだまだいけるパターン。おお、他のもちょっと勝手上がってついてきてます。すごいな、もう一頭一匹ですね今反応は。よいしょ、
サイズもまとまってて、はい、これもナイスクオリティです。今この 1.6g での放流のまあアフターパターンというかフォローパターンですね。これもバッチリハマってます。はい、食べていいよ。お、お見合いしてるな。はい、素直だな、ほんと。俺もこのぐらい素直に生きていこう、ほんと。よいしょ。あ、これもいいですね、色が。もうザ・レインボートランク。これいいのかな、俺ずっとこれ楽しんでて。これ 1.6g のハイバーストのこのパターンがあると、あと 2,3 手先ぐらいまでもう完璧なんですけどね、僕の中で。このね、イエローブラック、黄色黒ってからね、いろんなところで活躍するんで、ぜひね、1枚こちらはお持ちいただきたいカラーなんですけど。まあこのぐらいなんていうんですかね、このエリアトラウトゲームって魚のね、本当コンディション読めると、あの再現性があるというか、同じことを結構ちゃんとその状況で魚の活性がここですよっていうのが見つかると、このぐらい再現性があるところが結構面白みといいますか、僕が一番皆さんにねお伝えしたい面白さなんですけども。それでは、さっきね、僕があのスプーンでちょっと、活性の高い魚のところからちょっと徐々にルアーのサイズ下げてっていうので、あのハイバーストの 1.6g のこの黄色黒ですね、このカラーで結構連発できたんですけども、これをですねどのくらい再現性が今あるかということで、こちらフィッシングパーク平野さんのマスコットガール、お名前はリョウです。はい、リョウさんにちょっと実践で試していただきましょうということで、はい、やっていただいてよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします、はい、じゃあちょっと頑張ってやってみましょう。はい、頑張ります。おお、来てる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 、来た。はい、合わせて合わせて合わせて、よし、OK、バッチリじゃないですか。いよいよ、ゆっくりゆっくり行きましょう、ゆっくり行きましょう。はい、はい、バッチリです。やった。どうですか、感想は。いや、難しいですけど、釣れたら楽しいです、うん、嬉しいです。バッチリです。ただね、このぐらいちゃんとカラーとあれが合ってれば、あれって言っちゃいけないね、カラーと速度と合ってればしっかりこうね、バイト皆さん取れますので、完璧だったでしょ。はい、教えていただいたおかげで完璧です。ありがとうございます。あ、はい、それでは、まあ、スプーンで結構ね、本当にもうこれぞ放流から あのローテーションパターンぐらいの、こう派手なところからちょっとサイズ落としたりカラーワントーン落としたりってところで、あの非常に楽しめたんですけども、ハードプラグのちょっと反応も見たいので、まあ、ある程度こう活性が残ってる魚に対してのハードプラグっていうところで、クーガワイドウォークのフローティングですね、こう止めとくとこうゆっくり浮く、まあ、オブリングこうアクションですねがかなり強い、クランクなんですけども、ちょっとこちら入れて、今のこの魚がどう反応するかっていうのをちょっと見てみましょう。カラーはやっぱりまだちょっと派手な方がいいのかなというイメージなので、蛍光ピンクですね。やっぱ釣れちゃうなこれはな。もう高反応の次元が違うというか、意外とそのスプーンでこう狙ってる時に、あのスプーンってこう止めとくと沈んじゃうので、速度が合わない時にもうちょっとカラーとかアクションは合ってるんだけど少し速度を遅くしたいなって言った時に、こういうフローティングのクランクでフォロー入れてあげるといいことあるんですけど、本当にまさにその通りっていう感じで、バイトは深いし当たりはしっかり出るしで、もう悪いことがないです。
オスだな、ちょっと下顎しっかり出てくるであろう。これもまたちょっと続けていってみましょうか。一番こうお尻振りながら泳いできてくれるぐらい。ちょっと今やっぱ巻く速度速くした方がクランクも追ってきてくれてるなっていう。これも食うかな。よしよし、ちょっと速度アップした方がやっぱ反応全然いいですね。こういうちょっとしたね違いっていうんですかね、をこうクリアポンドだからこそ確かめられる違いっていうんですかね。僕もね結構釣れた釣れたって浮かれてそういうのを見落としがちな時もあるんですけど、オスザ・オスのカラーリングですね。ちょっと日が出てきましたね。こういうねシチュエーションの変化で魚も変わるので、いろいろ情報を拾う。今もしっかり反転してくれたな。コンディションがいい時にほんといろいろ情報を拾う。はい、これもいい。もう丸飲みですね、お尻丸飲み。クーガワイドウォークのフローティングですね。かなりあのアクションが強い、クランクで蛍光ピンクで、いいローテーションできたんですけども、そこからまたちょっとね正面から日が出てきたので、もうワントーンカラー落として、ボディ、シルバーミッキー系のカラーに落としてもう一回サーチしてみたいと思います。これでまた続いてくれるといいんですが、まあ、一つやっぱり魚が反応なくなってから、ルアーチェンジとかカラーチェンジするっていうのも一つなんですけど、ある程度魚が反応してくれてる中でするっていうのも、その時あこのぐらいまでこの幅まで反応してくれるんだなっていうのが一つの目安になるので、結構僕なんかねこう釣れてる間にいろいろ試していくっていう方向の方がいろんな情報を拾えるなっていうので。おお、今もすごいな。遠くからチェイスが入ってきてくれました。お、これはこのまま食べてくれないか。やっぱ魚の興味はまだこのクランクの方にしっかりあります。本当スプーンもハードプラグですね、クランクとかミノとかもいろんなカラーあるんですけども、その組み合わせとかローテーションの仕方によってね、お、当たった。本当にその活性を長く拾えるかどうかっていうところもあるので、まあ、今なんかも結構シチュエーション的に面白いんですよね。こう徐々に日が出てきて、まだ対岸は結構まだシェードというか日陰になってて、こっちは手前はもうだいぶ日が当たってライトエリアになってるので、この2つでも結構ね魚が反応してくれるのって、まあ、同一の時もあれば全くね奥と手前で反応の仕方が違うってこともあるので、少しまた派手っていうか目立つ意味を変えて、水なじみのいいちょっとクリアグリーン系のカラーに変えてみたいと思います。うん、今日のなんか今のところの傾向としてはやっぱり朝一のあの硬活性をどこかで硬活性が残ってるっていう、で比較的ちょっとカラー的にも沖に行きすぎると魚もそれなりの追いになっちゃって、バイトの強さもそれなりになってるのかなっていう。そのままこっからの、そうだな、これよく見に来た結果違うって言われてるな、うん、追い方っすね。なんか人間、お、でも来た、人間らしい感じの。やっぱあそこの日陰の切れ目どんどん遠ざかってはいますけど、あそこの付近の魚比較的まだカラーに対してっていうんですかね、そこまでシビアではないのかなって気はしますね。ただ手前のこのもう日向の魚に関してはかなり活性は残ってるけど、何かセレクティブになってるのかなっていう
まあ一つこの、クリアグリーン系のカラーでやっぱサイズはバッチリです。このもうずっと僕今日同じ場所でやってて、この一つの場所でもね、まあいい意味でこのぐらいいろんなシチュエーションあるんですよね。この沖の今シェードになってる部分と手前の部分でやっぱりこれだけ反応が違うっていうんですかね。でここを両方とも多分凌駕してくれる、アイテムカラーもあれば、やっぱり日向に特化したものも出てくるし、逆に言うと日陰に特化した部分も出てくるものもあるので、ただ今面積的にはもう日向八の日陰にっていう感じなので、確実にその日向にフォーカスしてた方がチャンスはあるかなっていう感じですね。でも逆にあの今全体的にこのキャストの距離の1割2割の距離でもうこうやって確実にバイトが拾えるっていうのも、これも一つのパターンかなっていう、ところですね。これもサイズいいな。よいしょ。まあセオリー的にはこっちの手前の長い距離の方を狙うのもあれなんですけど、まあ、この1等1バイトを確実に取っていくという意味であれば、今はこの奥の日陰を狙うのも一つだったのかな。まあ、こうやってカラーローテーションしていただいて、あとそのシチュエーションですよね、場所的な情報をしっかりつかむと、こうね魚と、こうミーティングできるあのチャンスもより大きくなりますので、まあ、ただ投げて巻いてっていうよりかはね、こういろいろと変えて試しながらやっていただけるとね、こうどんどん情報溜まってこういういい釣りにつながっていくと思います。本日は、佐賀県唐津市にありますフィッシングパーク平野様にお邪魔いたしました。朝市からですね、まあ、前日から放流魚が入ってまして、非常に高活性な、なかなかね、他ではちょっとお目に見えない40センチ級の放流魚が連発ということで、その後結構スプーンでねうまく、フォローパターン見つけられて、まあ、最終的にはそのフォローパターンからクランクまで綺麗に、まあ、自分の中ではだいぶ綺麗につながったかなと思っております。まあ、エリアフィッシング、これからですねますます、シーズンインして魚もどんどんパワフルになりますし、どんどんねいろんな楽しいシチュエーション、楽しめるようになりますので、ぜひ皆さんもね今年の冬楽しんでみてはいかがでしょうか。本日はご視聴ありがとうございました。